スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。どーい、今回はこちら 4D ゴルフプレイしていきましょう。これ問題作ですからなんじゃこれ。私が FB37 です。そして 4D の世界に疎いキックマーク2です。ノルモットです。ヘです。このゲームは斬新ですよ。まあとにかくプレイしてみましょう一回。よし、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はあ、まあ、皆さんまずね、普通じゃん。まあやっていきますよ。おう、まあ基本的にはそのこうやって引いて狙いを定めて打つだけ。あ、惜しい。いいね、ゴルフやってるね。ゴルフやってるね。あ、強い。あー、ちょっと崩れた。そう、割と力加減は難しい。で、順番にやっていくだけ。マウスのこの威力を、そうそうそう、今のうちからこの威力をね、ちゃんと確かめてみて。あー、強い、はい、強すぎー強す。今のは調子こいつだよね。怪力。あ、うまい。いやー、あ、オッケーオッケーオッケー。まあでもね、言うてもバーディーですから。なるほどね、これ慎重に。はい、おー、ホールインワン。まあっていう感じで、これまあチュートリアル、皆さんの家のチュートリアルみたいなとこなんですけども、おお。まあこれはただ単に、あ、あ、あれ、なんか今あれ、なんか怪しい。まあまあまあね、ここはでも、あれ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 っていう感じなんですけども、おう、次ここチュートリアルちょっとやってみましょう。なんだこれ。いや、もういけないんですけど。なんだこれ。これいけないじゃないですか、コース的に無理。あ、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 あえ、はい、ですね、こっからが 4D ゴルフの本番です。これ見てください。うん、気持ち悪い。見えない。だからこの視点というか 4D からの視点みたいのをちょっと移動していただきまして。 4D ってどういうこと。わかんない俺も。 3D じゃないもん。じゃあこの V ボタンとか押すと、この謎のなんなのこれ。いや、わかんない俺は正直。まあ動く範囲はこれぐらいあって、そこにゴールがあるよみたいな。そうだね、いや、わかんない、それに関しては何の説明もできない。とりあえず V ボタンを押すとこういう地下世界みたいな感じでいけるんだけども、で、一応だからこれがホールなので、ね、丸いのが、だから地下世界から打つこともできるから、ちょっとやってみますね。この状態で打てんの。打てる打てる。あ、割と自由にやっていただければいいかなと。沈んでんのこれ。え、いや、わかんないよ俺は。上からもいけますよ。ほー、だから空いてるところがあるから。そうですね、この方だとこれが一番、さっきのとこが一番良さだったこれだっか。そう、でも一発はきついよな。いや、一発はきついよ。そもそもだから、あのホールに穴開いてないから、今ホールがある次元に多分いない。なるほどね。ただ近づくことで、そう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 。はあ、ちょっとどうなってんの俺。あ、こうだよな。まあこれが一番、ただ動くとまた次元みたいなのが移動するから。無難にちょっとが1、まあ3回ぐらいでいければいいかなぐらいな、これじゃあ。いや、これ普通にホールインワンとかできたら神だよ多分。視点移動とかで、ね、ホールインワン狙うことはできるんだろう多分ね。だ、そうそうそう、あのやってる最中に、そうそうそう、いやー、もうわけわかんなくなるじゃんこれ。でもそこで近づいても、いや、無理じゃないそれ。この先にあるんだっけ。あー、あるね。 そっちだ。俺はこっちからアプローチングして、
あーでも悪くない、近づいてってる。でもすげえ、いいじゃん。どうなってんのよ。どこだ、なんか俺らの弾は動いてってるけど。いや多分動いてはいない、動いてはいないんだけど、軸というか次元が変わってるから動いてるように見えるだけなんじゃない。ああ、そう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 、あーホールのある次元に、うめえ、そうそうけど、あー、ワンチャンある、あー、ただその視点移動を正しくするためには4次元を理解しなきゃいけないだろうから。え、これ何、科学的に頭がいい人は分かるってこと？いや、おそらく分かるんじゃない、ちゃんとなってるそこら辺は。4次元マッピングはあるんでしょ、おそらく。へえ。あ、おお、ワンチャン、あさあ、聞く、ホールのある次元にを見つけるのができる。多分ね、ちょっと離れてる、そう、離れてるんだね。ってことはこれで、そうだね、物理的に近くまで行って、おお、マッチある、あー、いや、まだ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 だよ、こんな、うわ、あ、見つけた。あ、これいったんじゃね？あ、弱い。弱かった。弱い。タッチにゴルフ的な能力も求める。これ難しいんだって。力加減が。どこかしら。あ、いた。あった。力加減わかんねえんだよな。そう、結局、ね、今。4次元じゃなくて 3D で捉えちゃってるけどね。いや、でもまあ最終的にはおお 3D で捉えないと入んないから、あ、うん、だから4次元で探して 3D で入れるって感じになるのか。そうだね、あ4次元ゴルフとは一体。でも4次元でこれでいいよな。あ、ちょっと透明になってる、なんか、あ、いや、これ入るよ。あぶねえ、ちょっと強かった。お、これで。うっしゃー。あ、どう？今消えたんですね。どこ行った俺のホールは。ホールどこ行った？どこ行った俺のホールは。だいぶ離れた。そうという感じの。むずいって。むずいよ。これむずいって。これまだ最初の方のホールですから。というわけで次本番で行ってみましょうか、じゃあ。まだ本番じゃなかったんだ。さあ。ん、こっから本番で。パー3でいけんの本当に。わかんない。じゃあ俺動かす。どういうコース？やば。だってまずそもそもどこ？どこに？あ、ここにある。ここにあるから何？まあ順当に行けそうな気もするけどな。次元探した方がいいんじゃないの。 V ボタン押したらもう、うわ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 、どうなってんのこれ。ボールどこ、え、オッケーオッケー、あ、やっぱあのね、スペース押せばボールのとこに持ってくれるから、うん、 B ボタンと、いや、とりあえず進むわ。こまあ進むのは大事かもな。確かに。おおー、いいの、おー、まい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 、おお、え、どうなってる今、どうなってる、気持ちが悪い、気持ちが悪い、気持ち悪い、あー、そうね、やっぱ視点移動であのボールを転がすのは重要テクだね。それをだから駆使すれば一発とかでいけんでしょ。無理だ。でもめちゃくちゃ気持ちが悪い、もうわけわかんないだって。そう、なんか割とそう、し、あ、あ、出てきた、あ、今開いた、ちょっと、だから今視点移動ですげえうまくいけばホールインワンも狙えそうだった。
確かに。どっか途切れてんだろうな。タワーみたいな何？まあ目印というか、その次元にはそれがありますよみたいなことだと思う。一応ね、なんか1ボタンとか2ボタンとか押すとなんか出てくるんだよ。おおいいよ。うめえ。うめえ。え？いやでもこれまだ全然先なんじゃない？いや違う。あ、よし。おうまい。うまい。やべえ。うまい。よし。こいつ攻略を、そうそういう。まあちなみにこれが何を意味してるか俺もよう分かる。まあ大体こうですよ感。あ、コースがこうなってますよ感。分かんない。何、そう。お、4D6、お、いいねいいね。あ、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 わけわかんない、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 はい、わけわかんなくなってまーす。はい、わけわかんない、うわ。あ、迷ったね。いや、わかんない。わかんない。めっちゃ気分かんないっす。多分こうだよ。まあとりあえずそうで、そうそうそう。お、あ、いいね。そこを超えることができれば。いや、わかんないよあーあー。ああ。ぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃ。わけわかんない。とりあえずホールの近くに行く。まあそれが大事よ。あ、今開いてた。あ、マッチャル。いけるか、いけるか。あー、ホール見失った。アロンもう入るぞ、これ。多分ホール出せるだろ。出したら入っちゃうね。あ、いた。あ、ここだ。出た、出た、出た。この強さは。そうだね。あー、強すぎー、惜しい。てか、閉じるの何？え、わかんねえ。え、わかんねえ、これ。は？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 あれだろ、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 は？あ、いいぞ。なんだ？ V 視点。閉じ込められてます、これ。そこで撃ってみればいいじゃん。いや、無理だろ。閉じ込められてんだもん、これ。ダメだ。おい、4次元、お前4次元を信じろや。こう言ってこうか。こう言ってこう、よし。あ、それいいじゃん。とりあえずこう、こう言って。まずは撃つ。まずは撃つ。とにかく。あ、ちょっとちょっと。あー、すげー！まずゴルフの技術がなってない。ライジングインパクト見ろ。あ、今マジで間違ったんだよ。結構これ行けるかもしんない。うまいことする。そっから動くんだよな。あ、お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 、惜しい。見つけなかったな。あ、僕です。いや絶対ある。よし、来た来た。ライジングインパクト、いやこの場合なんかサンシャインロードみたいな名前だった。あ、強すぎる。マジむずい、これ。基礎ゴルフが。いや、マジで、本当に。はぁ、力加減が分からん。本当にむずい。よっしゃぁ。ナイスパー。こいつ多分ダメだぞ。ちょっと全然違うんだよな。こいつはやるよ。お、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 ワンチャン入るぞ。惜しい。まだ、まだ、あ、お、ここかぁ。惜しい。ここなんだな。問題作すぎるだろ。よっしゃー。よし、ボギーか俺。マジむずい。よし。あー、これはキックンとアルマとりあえずで勝利。イエーイ。勝った気になれねえ。何なんだこのゲーム。はん、え、ジャンプ台みたいな。あ、ジャンプ台か。え、どこにあんの？あ、まあ、奥奥。正面にはあったよな。かといって。あ、出てきた。あ、出てきた。ジャンプさせて、あ、でもずれちゃうんだ。そうね。そんなことできんのかよ。
ジョーが行っちゃうから。よし、けダメだー、うわぁ。もう一回だ。これでもなんかね、飛び出てもあれ扱いにはならないんだよね。ああ、ミスじゃない。1台になんないんだ。乗ってない気がする。これ乗ってないわ。うん、乗ってない。わかんない。何回もやったらダメなのかもしれないけど。いやぁ。これで。まあ、ぶっちゃけそれで行くのが。おーっと、おーうまいこいつ、あ、ワンチャンある、今出てきたぞ、おう、うめえ、4次元を理解しない、何もないんで、マジで理解してないだろ絶対、いやでもそこがやっぱ一番、あーもうわけわかんない、いやもう今混乱してるこいつ、混乱してる、じゃあ一回地下を見てね、地下世界で進んでいくかこいつは、地下世界ゴール見えないんですけどゴールが見えないんですけど、さあ言うても力加減は難しい、しお、いいね、あー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 でもめちゃくちゃうまかった、あいやーもうちょいだったな、これはいいぞ、ワンチャンある、おー、あー、さあ俺はそう、俺どうやった、むずいぞここ行きゃいいんだ、どうやって戻るかがわからん、もこっちに来てしまったのは割と致命傷かも、お強いね、くーわけわかんねえ、あーでも近づいてはいるんか、今近づいたのかな、わからん、これか、それだ、これ、あ、これいったね、うわー、うわよしよしよし、そう、あの最初の打法を編み出したアロマがもうズレーズってやべえな、くっそ、俺はこれはどこにあるんだ、多分こっちの方なんだよな、まだルートが分からん、 あった あったそうだね、うわー、あーもう反射、あーまっちゃ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 、あー4次元やべえ、そー、うえー、さあ来ました、ロストピラミッドです、なんだこりゃここは相当むずいんじゃない、わけわかんねえ、右側か、わかんない、どこが右側のあのなんか土台の上みたいなのに、ここがあれか、あーあるね、ゴール、うん、で、え、ルートが、ああこう行ってこう行って、何に行くなら、そうだね、真ん中で止めるみたいな、お、うん、どこだ、ここはどこ、私は誰、私は誰、逆側行ったらこれ多分、そう、ピラミッドがある、ピラミッドでしょ、あでもホールはそれ、ホールここでいいのか、本当にたいいんだよな、いやさすがにここでいいんじゃない、合ってる合ってる、分かった、ピラミッド、いや穴を見つけた方がいいと思うな、うん、移動するかな、あいつじゃねえこれ、お、あー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 わしてわかんねえ、逆側だ、アロマも逆側に行ったね、これむずいなここ、孤独なんもないんだけどどこ行った4次元の中の孤独、孤独、ね、ああいい、ね、これが一番、これ一番いいわ、まあいいんだけど、うん、結局移動してる最中に変わっちゃう、まあなんかさね、FB アロマと同じことになりそうだけど、追いかけないでそのまんまいればやっぱそう、ああそうだ、なるんだ、こちらに来たか、なるほど、だからやっぱうまく視点移動しないと、
止めることができれば大きく、それもめっちゃいい。この角度であのとこに通せば、もちろん右側に行けることができる。あ、悪くない。いった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 、よし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 、でけえ。ふう、いやここが限界だったな。いや十分でしょう。ああ大合格じゃん。こっからどうすればいいのか分かんない。もうここに来ちゃったらまずいよね。え、そっちじゃないの。でもルート、あ違うか、違うんだ。こっちだな。あ、そっちだ。いや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 、え、はっ、おっ、おっ、あ、押しちゃった。今移動しちゃった。戻った。あれ戻ってんのかもよく分かんないけどこれマジ、こっち来ちゃったらマジ良くない。いいね。あ、おー、いいね。なんか、いった。よし、いったやるよる。だからあそこの坂登んないといけないんだよな。そうね、あれやばいと思う。むずそう。ここそれは単純にゴルフ的なむずさがある。あー、は？違う、左側だよな。こっちだもんな。ああ今はでも、まあ右からでも行けそうだったな。そういうもんなんでしょ。行けるのか。まあ右行って打ち、強く打ち出せば正面になるから。ああ、もうこれもうわけわかんないこっち狙って角度つけてから。そっち？まあアロマはそのパターンだったね。そう。あー、はい。あー、ダメだー。はい、これ多分初期位置に戻ってきたな。初期位置だな、これ。4次元の孤独です。あー、あー、あー。あー、でもこれは力加減さえうまくできるかな。まあ、近づけば徐々に上に乗りたいよね。そうね。あー、むずいです。むずそう、ここ。これか、そうか、遠いからもう。俺もちょっと反射を狙ってこう。反射レーザー。あ、いいんじゃない。あ、あー、ここ行きたい。あーなんでこっち、ちょっともういいや。さっきのとこに戻った。無理だ、抜け出せねー。ホール次元。ここ？角度。わ、やば。絶妙だなこれ。さあ上に乗ることができれば。いや無理無理。ああ、ちょっとさすがに。ああ、弱すぎるな。まあチャンスあるぞ俺らにも。こうだよ、こっちか。こう、これでいってみるか。このダブル反射。ダブル反射。ほら。はい、はい、弱すぎたな。いけ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 、どうにかしどうにかしどうにかしダメだ今視点移動ちょっと怠りすぎた。今なめてたね。うん、視点移動危険だよ。もう直で行く。一番いい位置だよなこれ。うわ、これむずいぞだいぶ。僕ですか。穴の上まで飛ばしてストーンで降りないとダメレベルだよこんなん。お、近づく。これは行ったでしょ。これは行ったな。行った行った行った。よし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 、俺も行った。上に乗りたい。無理やり。あー無理だ。やっとここまで来ただけだ。いや坂よな。まあ、いあ、止まれるか。あー、止まれない。マジむずい。どこど上にあったぞ今。どこ私誰みたいな。ここはどこ、私は誰なんだよな。そのルーツじゃない。え、本当知らん。目印がわかんないんだよ。あ、待てよ、これもうこういう時にこれを使うのか。まあ、そう。あ、左？ああ、ああ、左。うん、とりあえず。ああ。でも、こっから変わるんだよね。変わる。だから、そこは視点移動で、
調整し調整ってかもう運じゃない。打った後黙ってればこの通り行くでしょ。いや行かない、いや行かない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 、変わる。行きます。弱いわ、その、そもそも打つ力が弱いね。ああ、どこだ。さあ決めるぜ。おお、よっしゃ決めた、こいつ。ここか、俺の次元はここか。超むずいなあ、いい、強すぎ。これは砂減らしてから上げたらどうなんだろう。いや、多分そういうやり方も当然できる。この金はしないよな。めっちゃむずい。だ、もしかしたら V 次元に移動して上に乗せるとかもできんのかもしれないけど、 V 次元もうわけわかんない、うん、どうなってんのかな砂の中にとりあえず入んないといけないのかもしれない。とりあえず力調節して上に乗っけることができればもうほぼほぼなんだけど、これを極めた人の動画見たいわあとはもう一発で入れるからね。むずいなぁ。この距離感は多分変わるんだよね。いや無理だわ。よくキック入れたなマジで。あ、一発で本当入れるしかないわ。このままいくか。あーいいね、そんぐらい。あー戻りました。逆だ。お疲れ様です。あーもう無理、抜け出せん俺か。いや絶対入らないよこんなの。あ、抜けたのはできないね。オッケー。おー、いやー俺を踏ん張んないと。あ、いいぞいいぞいいぞ、割と。お、あ、いた、いた。お、やっと来たか。うわあ、今うまくやれば乗っかったな。これは行ったでしょう。これ怖い、なんか勝手に転がったりしない？大丈夫か？さすがにしないんじゃないかな。うん、だって落ちたら終わるもん落ちたら終わるもん。またあ、こういいとこだ。あいやマジでむずいよこれ。今目ってのかな。あ、いい、強すぎ。それは強すぎ。力を理解してない。もうこのままどこだ。ホール次元あった。これはいったね。さすがに。おっしゃー、ゴーバー地獄だこのステ場所はいい。あー惜しい。惜しい。もう一転がりだったら踏ん張れよ。踏ん張り温泉だろ。うわ、強いんだな。強いんですよ。ここ超むずい。もう関係ないもん次元。あ、ああ。でも次でいけるだろう。ああ。惜しい。強すぎた。絶対に落ちるな。落ちるな。そうなるよね、わかる。絶対落ちるな。絶対に落ちるな。落ちたら終わる。いい感じで。4D 的な難しさもあるのに、単純に難しさもあるんだよな。あー、あー危ない。危ねえ危ねえ待って、あれ？これ次元が違う？次元違うね。
まあまあまあ、まあ、日和よな。日和ってる、日和ってる、日和ってる。おーい、ひよってる超ひよってるうえうわやばすぎこのゲーム。読んだすごいぞ。どうなってんだよはい、というわけで今回はこちら 4D ゴルフをお送りしました。正直ね、もう勝敗とかどうでもいいそうだななんかうまくいった時もなんでうまくいったのかようわからん。あ、そうだねまあ重要なのはでも視点移動ですね。視点移動をして、まあやっぱりそのうまくこの坂を利用してまあ行くんですけど、めちゃくちゃ難しいですね。もう4次元を理解したらいいのかもどうかも分かんねえもん、これ。そうだね、でもコースの理解は絶対必要だね。コースや近づけるっていう理解は必要かな。バカ言え、なんだこれだからどうしたみたいな。やばすぎるだろ。なんだこれマジで、わけが分からん。普通のゴルフゲームやりてというわけで皆さんもぜひ 4D の世界に浸ってみてはいかがでしょうか。問題作 4D ゴルフ、問題作だね、おすすめです。というわけで今回はこんな感じで、全世界のみんな、バイバイバイ。 4D の世界来ないか。